はい、皆さんこんにちは。みのチャンネル、みのわです。こんにちは。はい、奥様、久美、一緒に同席させていただいてます。お願いします。はい、というのもですね、また来ましたよ。また来ました、一行の問題が。一行のね、ちょっとなんかね、年を取ってきたんでね、なんかちょっといろいろ心配事とかがね、なんか出てきたらしいんで、その一個問題をね、解決するためには私の力だけでは、無理なんで、ちょっとヘルプを用意しています。ということで、何が心配なんでしょう。はい、40超えまして、いろいろなってこれはちょっと気になるところがたくさん出てきましてですね、はい、今度は歯です。歯ですね。はい、歯がですね、はい、なんていうんですかね、ちょっとだんだん基盤できてる気がしてはい、割と歯並びはいい方なので、はい、矯正とかっていうよりかは、色をきれいにしたいなっていうのがありまして、はいはい、まあ、これはまたネットで見たらピンからきれいですね。安いところすごい安いんですけど、はいはいはい、果たして安いところ行っていいのかな、はいはいはい、歯はこう一生ものなので。なるほどね。ちょっと気になる。じゃあ一個は色だけど、もしかして見てる方は歯並びっていうのは、歯並び見てる人は聞きたいところかもしれないよね。はい、あと、はい、歯でいくと、はい、笑った時に銀歯になっちゃってるところを白いのに変えたいんですけど、はいはいはい、セラミック、はいはい、がいくらするのかとか、はい、そこら辺も知りたいな。あ、なるほどね。これサムネタイトル決まったね。私は歯に500万かけました。そういうタイトル。そんなに出てた。500は今までかかってない。ちくすぎね。もう子供の頃から今までの経験上で、でもこの3年間で30かかってるから。あ、これは300万円。違う、200に、何話してるか順番で追っていかないとまずいね。そうね。まずホワイトニングからいきましょう。はい、ホワイトニング、はい、ホワイトニングはどうなの、どうしたらいいの。あ、今ね、セルフエステでも十分です。セルフエステ、はい、おお。ホワイトニングセルフエステ。待って待って、それはどこで買うんですか。サロンがあるんです、エステみたいに。はあ、でホワイトニング あのもう専用、はい、セルフエステサロンっていうのがもうすごくいっぱいあるので、ある。そこ行ってピーって光当てるのじゃなくて。あ、そう、光は当てれます。あ、それ当ててもらって、お薬塗って光当てて。セルフって何、自分で当てるってこと。うん、自分で塗るの。家でってこと。うん、なんだ、何言ってんだろうね。サロンで薬剤が置いてあるから、はいはい、それを自分で塗るので、先生がちゃんと塗れてるかどうかをチェックしてくれて、やり方も説明してくれて、大体の手間がかかるのは自分でやります。でチェックだけしてもらって、で光も当ててもらって。はい、質問、はい、質問。それ歯医者と全然免許持ってない歯医者じゃないってこと両方あるんだけど、はい、どっち行ったらいいの。歯医者さんはやっぱりお医者さんなので、薬剤が強力な薬剤を使えるのだから、3回ぐらい行けば何年か持ちますみたいな。でお値段も6、7万ぐらいするよね。高い。で結構お高いで、薬剤が強いので痛い。もうね、やってる最中からなんて最近ピリピリがなくなったんだって。あ、ちょっとマシになってるみたいね。 お医者さんの機械もピリピリが、ピリが何言ってるか分かるからね。昔はあれピーって当てるとね、もうピリ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 ね、一日中痛かったんだけど、最近はそういう痛みが少ないっていう機械が歯医者さんにあるらしいです。マシになってるかもしれないんだけど、セルフエステはやっぱりエステなので、薬剤がちょっと弱めの薬剤、その代わり歯とか歯茎にも刺激は少ないし、まあ、ホワイトニング その持続期間も短いんだけど、安いから手軽にもう毎月メンテナンスとかでいけちゃうので。要するにそれは歯医者さんじゃないところ、そう、もう資格がないところ、あれ別にホワイトニングするのに資格ない、いらないみたいで、エステと一緒でね、うん、だから、うん、そういう安いとこ行って自分で毎日やって少し白くしていくっていうのもありだっていうことですよね。もう多分月に 1,2 回で最初は、でそれがもう結構定着すると白いのが、もうそれは1年に1回とかでも全然いいんだって。はい、1回1万円ぐらいです。あ、もう今1万円しないと思います。あ、そうなんですね。競争が多いんだね。多分ね、サブスクとかで通い放題でも1万円しないかもしれない。うん、何千円。希望が見えてきた。今日5、6万ピースで A なんですけど。全然なんかそれぐらいでもいいと思います。で、じゃあ私の歯がなぜ白いかっていう、そっちの方ですけど、
皆さんも見ていただいて歯白いと思うんですけど、これはオールセラミックですよね。で、私は歯並びが悪かった方なんですよ。ホワイトニングじゃなくて歯並びが悪かったので、歯をじゃあ、矯正しようかと思ったんですけど、さすがに50を過ぎてからですね、歯の矯正でなんか入れるじゃないですか、こうギュッと縛れるやつ、あれを2年3年入れるのめんどくさいと思ったわけですよ。じゃあこれの力だと。もうだったら、もう新庄みたいに歯並びと色をいっぺんにやっちゃったらいいんじゃないかってことで、私3日でやりました。3日、特貫工事ってやつですね。すごいわ。歯医者行くでしょ、それも1回だけど5時間ぐらいよ。歯、自分の歯があるじゃん。自分の歯がこうあったら全部削るので、ちっちゃくしちゃうの。3分の1、2分の1ぐらいかなぐらいの大きさに歯しちゃうの。だから笑うと気持ち悪いの、わかる？ちっちゃい歯がいっぱい出てる感じ、骨組みみたいになる。骨組みになっちゃう。それの上にセラミックの歯をカバッカバッって入れてくる。はあ、いきなりほら芸能人がいきなりなんか真っ白な歯になる人最近多いじゃない、はあ、芸人さん含めやたら歯が白い人って、多分俺と俺同じことやってるんだと思うんだけど、それっていうのも何日もかけて歯医者行ってやってるのめんどくさいから、じゃあすいませんけどそれもういっぺんに3日でやっちゃいましょうね。1日は超なんか検査かな。1日は2日目は何やら型取りみたいなのかな、で3日目全部やっちゃうみたいな、なんかそんな感じだったかな。それで1本結局10万とか15万とか、それは物によって金額が違うわけだ。セラミックでも上級なセラミックと安いのがあるのかもしれないけど、その上級な方ってやると1本15万とか20万しちゃうから、前歯のこうバッてやっただけでも200万ぐらいしちゃうっていう、そういうことだよね。で、それとは別の話しちゃおうかな。それとは別に今とんでもない歯医者通ってて、治療するだけで今払った金額80万みたいな、そういう話。なんだよそれって感じでしょ。それはなんと歯槽膿漏ってあるじゃない。おじいちゃんになって歯が抜ける一番の原因は歯槽膿漏なの。2番目が虫歯なんだ。で、歯がなくなっちゃう。で、インプラントみたいな形で歯を入れるっていうのが、歯がなくなっちゃった人のその前の段階で、自分の歯を死ぬまでずっと維持しましょうっていうやり方があるらしくて、歯槽膿漏っていうのを治せないって今まで歯学会では言われてたらしい。歯槽膿漏になっちゃったらもうそこでストップするのがやっとで治すことができないって言ってたのを、今治すクリニックが出てきて、じゃあ治し方はどうするかっていうと、手術、オペ。歯があってここに歯茎があるでしょ、ここの歯茎をメスで切ってベロって広げて、下の歯石、歯槽膿漏の原因のところを全部磨いて歯茎戻して縫い合わせる。このオペを私この間やってきたんです。実を言うとタイミングいいんだよね。3日4日前にやってきたの。それを私、奥歯の上下4箇所やんなきゃいけない。だから手術を今怖いから左上だけやってきたんだけど、今度左下やりましょう。で、じゃあ次は両方いっぺんにやっちゃいましょうということで3回手術するんだけど、その手術代が4箇所で4、50万かな。だったかな、もうちょっと伝えてたかな。本数にもよるんだと思うんだけど、で、それを全部クリアしちゃったら、あと歯磨きしっかりすればもう80になっても自分の歯ですよみたいなこと言ってるの、先生が。だから私歯並び、なおかつその色、あと歯周病とか全部そういうのを全部に歯にお金かけてる金額っていうのが、だからさっき言ったようにもう今300万、この3年ぐらいで300万ぐらいになってて、で、さっき言った奥歯の銀歯っていうのはもうと10年ぐらい前に俺なくしてるの、全部なくしてるの、その奥歯の銀歯、詰め物は全部セラミックに変えてて、そのセラミックは安いの、もう量が少ないからね、塗り物みたいなセラミックで終わっちゃうんで、でも何万はするからっていうことで、まあ400、500万いかないんだろうけど、まあそういう金額の歯ってお金使ってきたんだなって思ってて、ホワイトニングのそのサブスクはなんかこう自分でもいけそうなんですけど、まあそのぐらいからちょっと始めてみようかな。でもいいよね、もう
それが若いうちからそういう手段を知れる時代になったっていう。あ、そうね。お手入れしないよりしてた方がいいと思います、ね、俺の子供の頃はまだ親父抜くぞポンみたいな感じみたいなそういう歯医者があったからね。まだ時代的にはもう時代的にはそうよ。もう怖い怖い、歯医者行くの怖いもん。もう60超えて70以上の人はみんなペンチみたいな感じかもしれない。そんな感じだ。今の歯医者いいなと思うよ本当に。痛くないし、ね、痛くないし全然、うん、もうその麻酔みたいなのしてやるからもう終わっちゃったのって感じだもん。ということで、今回の質問はですね、歯に関してでしたね。昔の CM でね、芸能人は歯が命っていう古い CM が知ってます？知ってます？というのがあったんですけど、今違いますからね。今は普通の平民も歯が命になってきましたね皆さん歯に興味のある方はですね、でもこれもね、医者なんだよね。あ、そう、もうお医者さん選び重要。そう、これもやっぱりそう、お医者さん選びが重要っていう、またここで終わってしまうんですよ、はい、ということで、今日のテーマは歯でした。はい、ご視聴どうもありがとうございました。